皆さんこんにちは。またまたねこちらの店に来ました。こちらにね新しい、弁当がね発売されたということでまたまた来ました。情報を仕入れてですね視聴者の方から、安い弁当があるということでねまたまたこちらにお邪魔します。それではねその弁当をこれから買いたいと思います。最後まで、食べるね動画も撮りますので最後までご視聴よろしくお願いします。こちら安いですね。これ買っていきましょう。今日は、ね、安いです。いやー先ほどね、ボーロジャースさんで買ってきたねこのね弁当を食べたいと思います。めちゃくちゃ美味しそうですね。ね特 A ランク受賞ということでね、会津喜多方のねコシヒカリ仕様ですね。これ新しいバージョンが出ました。237円のねこのねハンバーグ弁当、いやー最高ですね。じゃあこれをね今日は食べたいと思います。これからね、はい、いただきますね。どんな感じなんでしょうね。豆腐のハンバーグっていうのはね新メニューらしいですよ。つい最近ね作った新メニューらしいです。店の人に聞いたら。だからね最高ですね。よかったら皆さんもねご自宅でしたら食べに行かれたらいかがでしょうか。最高ですね。じゃあふりかけをねかけちゃって。こんな安い弁当なのにねふりかけだけはあるんですよね。これお得ですよね。ご飯も結構量も多いですよ。あとはねソーセージとアベチクワとね、いやーいろいろ入ってるね。きんぴらごぼうも入ってるし、ね、あとたくあんも入ってますね。これちっちゃい。これ下なんか入ってるのかな。うん、嘘ですね。あ、キャベツも入ってました。いやいやいや、じゃあね最初ねこちらのね豆腐ハンバーグちゃんから食べましょうかね。どんな味にするんだろう豆腐。はい、こんな感じです。ぎっしり身が詰まってますね豆腐が。美味しそうだ。じゃあいただきます。うん、あ、うん、これはうまい。なんか豆腐がね豆腐のハンバーグって感じします。あれすごくね豆腐に味がついてる感じで鶏とね豆腐が混ざってます。完全にめちゃくちゃ美味しい。合いますね鶏と豆腐ってね。うん、最高の新メニューじゃないですか。何でしょうか。うん、美味しいです。うん、最高。なかなかぎっちり詰まってますよね200円ちょっとなのに。最初に取れるんですかね。めちゃくちゃ美味しい。うん、 A ランクのねコシヒカリちゃんを。あーうまい。うん、最高。このボリュームで200円ちょっとっていうのはちょっと考えられないですね。しかもねこの鶏と豆腐のハンバーグはね結構でかいですよこれ。キャベツも食べます。うまい。いやーこれからこれね帰りそうですね。鶏と豆腐のハンバーグ
これはヘルシーですよ。全然合います。これ鶏と豆腐、しかもね結構分厚いんですよね。身がぎっしりね詰まってますね。うん、美味しそうだ。いただきます。うん、チコちゃんをねじゃあパクッと食べましょうかね。お、結構でかいですこの揚げチコちゃん。チコちゃんなかなか大きいですね。のり弁当によく入ってますけどね、似てますね。いただきます。うん、あ、うまい、最高ですね。200冊ずつのボリュームじゃないですよね。すごいボリュームだ。うん、めっちゃ美味しいです。また食べたいですねこれね。超うまい。鶏とね豆腐のハンバーグ、これは当たりじゃないですか。めちゃめちゃ美味しいですこれ。うん、美味しい。なんかね豆腐と鶏ってすごく合いますね。コシヒカリですから。美味しかったです。あー美味しかった。私にさこれからね、この都度、食レポやっていきますので、よかったらチャンネル登録お願いします。それではごちそうさまでした。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。